ブンブン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。本日、9月14日、たまたま2つの新しいアクション感が発表されましたので、そちらご紹介したいと思います。まず1つ目は、もう今となってはどちらかと言いますと、ドローンのメーカーというイメージが強くなってきましたが、DJI のアクション感、オズモアクション3、第3世代のアクションカムが発表となりました。デザインはこんな感じ。 GoPro と同じように前面側にも小さなサブモニターを搭載したモデルとなっています。そしてもう一つ、アクションカムと言いますと、やはりこちらのモデルがもう長らく販売されてきており、ユーザーも多いであろう GoPro。 本日発表されたのはその GoPro の第11世代となるGoPro Hero 11というモデルが本日発表となりました。デザイン的には Hero 10とほとんど変わりはなく、ただし今回はこのモデルが目玉的な発表ではなく、もう一つ同時に発表されたモデルがあります。それがこちら。画面サイズというか本体のボディサイズは小さくなりますが、サブモニターが搭載されていない GoPro、 こちらのGoPro Mini というモデルが発表されました。本体はこんな感じ。前面側にもモニターはなく、そして背面にもモニターがないというとても小型なモデルとなっています。GoPro は世代を重ねるにつれどんどん大型化してきており、アクションカムというよりは普通のコンデジぐらいのサイズになってしまいましたが、このモデルはそれとは逆に本来のアクションカムのニーズである小型でどういったところにも取り付けやすい、そういった小型でタフなモデルっていうのが今回同時に発表されたこの GoPro Hero 11 Black Mini というモデルになります。では今回発表されたそれぞれのアクションカム、どういったモデルなのか順番にご紹介していきたいと思います。まずはDJI の Osmo Action 3、こちらからご紹介します。先に価格の方をご紹介しておきたいと思います。いくつかラインナップがありますが、最もベーシックなモデル、ボディ1つに交換用のバッテリーも1つというモデル、こちらは 47,300円となります。一方、さまざまなアクセサリーが付いたモデル、例えば延長ロッドだったりバッテリーも合計3つのバッテリーが付属するなど、このような様々な、もう購入したらこれ一式である程度の撮影ができてしまうという構成、こちらを購入しますと66,000円となっています。価格は高いようですが、別途交換用のバッテリーを購入したり延長ロッドを購入したりしてしまいますと、これぐらいの価格はすぐに超えてしまいますので、もう純正品で最初からセットになっているモデルを買い揃えておくというのもある意味お得な買い方かと思います。そして肝心のスペックはどうなのかということですが、そちら詳しく見ていきたいと思います。基本スペックとしてはこちら、本体のサイズとしましては、幅 70mm、高さ 44mm、 厚さ 32mm、 重さは 145g となります。防水性能としましては、ケースを使わない状態、ボディだけでも 16m の防水に対応、さらに専用のケース、防水ケースをつけますと 60m までの防水を持っています。マイクは合計3つのマイクが搭載されているほか、操作は背面側についている液晶2.25 インチの液晶を使えるほか、前面には 1.4 インチの小型モニターもついています。ストレージにつきましては本体には内蔵しておらず、別途購入したマイクロ SD カードに記録する形になります。サポートしている最大容量は 256GB となります。いくつか推奨のものもこちらに掲載されていますが、どれも高速なタイプ、UHS-1 以上のモデルになっています。肝心のカメラセンサーにつきましては、意外とこの種のセンサーにつきましては大型の 1.7 分の1型、一昔前ですと
高級コンデジと呼ばれていた高価格帯のコンパクトデジタルカメラに搭載されていたような割と大きなセンサーが採用されています。レンズにつきましては超広角レンズが標準でついており、155度の角度のレンズ、絞りは F2.8、 焦点距離としましては 35mm 換算で 12.7mm ということで、まあカメラをやられている方は大体どれぐらいの超広角か、この辺の数値から想像はつくかと思います。フォーカス範囲につきましては 30cm から無限遠までということで、まあ割と近くまで寄れるという感じはありますが、超広角レンズですので、実は30センチ手前のものを映したとしても意外と大きくというか広く撮れてしまいますので、拙者にはやはり向いていないというのは、まあ従来からのこういったアクションカムの特徴でもあります。 ISO 感度は動画においては100から12800、デジシャッターにつきましては動画の場合が8000分の1秒からこちら X 分の1秒と書かれていますが、これはフレームレートで設定した値によって変わるようです。静止画も当然撮影することができ、最大解像度が4000から3000ピクセル。ズームにつきましてはデジタルズームとなっており、写真につきましては4倍、動画においては2倍となっています。ですので、どうしても近くのものを撮影したい場合は、こういったデジタルズームを使って撮影するということになるかと思います。撮影できる動画のフォーマットとしましては、最大 4K の撮影が可能。フレームレートにつきましては、よく使われる 4K の16対9のアスペクト比。この場合が 120fps での撮影が可能となります。当然これだけの高速な撮影が可能ですので、スローモーション撮影なども可能となっています。そしてバッテリーにつきましては 1770mAh のリチウムイオンバッテリーを搭載となります。撮影時間、こちらでは規制されているのは動作時間となっていますので、実際に撮影する動画のフォーマット、フレームレートによって変わってきますが、一例として160分間の撮影時が可能となっています。ですので条件が良ければ2時間程度持つかなというところではありますが、より高画質で撮影しようとしますとそこまでは持ちませんので注意が必要です。あと意外とマイクロ SD の最大サポート容量が 256GB と少ないので、 4K での長時間の撮影というのは少し厳しいところはありそうです。 Wi-Fi につきましては 802.11ac まで対応、 Bluetooth はバージョン 5.0 に対応となっています。ですので今回最新モデルの発表となりましたが、基本スペックとしてはこれまでのモデルとそんなに変わらない、他社のモデルと比較してもそんなに変わらないというところかとは思います。ただし防水性能も高くなっていたりと、より扱いやすいモデルになっているというところは今回の最新モデルならではの特徴かもしれません。デザイン的にも他社のアクションカムと比べますと、まあまあ綺麗なデザインにまとまっていて、この辺はあまり気にする人はいないかもしれませんが、見た目的にはかっこいいモデルになっています。なんといってもアクションカムということですので、さまざまな過酷な環境下で動画を撮影するというのは最適なモデルといえます。もう秋になってきましたので、さすがに今から海に行くというケースはあまりないかもしれませんが、これからウィンタースポーツなど冬場のスポーツ、登山など活躍できる場面は多いかと思いますので、特にこのモデルは 1.7 分の1型という大型のセンサーを搭載したモデルということで、画質的には GoPro 以上の高画質な撮影というのが期待できるかと思います。少し構造的な特徴としましては、こちらこのように縦向きへの固定というのがやりやすくなっています。
こちらは専用のこのアクセサリーを取り付けた状態で、旧前提ではあるものの、このように縦動画というのも撮影できますので、これはどういう場面で役に立つかと言いますと、TikTok などのスマホ、そういったスマホに投稿するような動画フォーマットは、縦画面の動画というのが多くなってきていますので、そういう場面に撮影する場合は、この縦向きでの撮影というのが向いているかと思います。当然、手ブレ補正も強力な手ブレ補正が期待できますので、この辺はより従来のものよりも大きくスペックアップしていると思われます。そして、なんといってもアクションカムといえば、GoPro というイメージが強いかと思いますが、今回 GoPro からも新しいモデルが発表されていますので、そちらもご紹介します。価格的には GoPro かなり新製品が出るために価格アップしてきていますが、今回のモデルはいくらかということですが、こちら一般的なモデル GoPro ヒーロー11のブラック、このモデルは62,800円となります。現在はこちら単体で購入するという意味ではなく、こちら1年間の GoPro サブスクリプションがついた場合、この1万6000円オフとなる6万2000円で購入できるということを意味しています。ですので、そういったサブスクはいらないという方、もう完全に自分のものにしたいという方の場合は、このサブスクを外した状態で購入する必要がありますが、その場合の価格はいくらかと言いますと、こちら7万2000円という価格になります。ですので、やはり GoPro の場合は現在のビジネスモデルがサブスクを普及させようとしているところがあるため、サブスク優先の価格となっていますので、もう買ってしまいたいという方の場合は7万2000円というかなり高価なモデルになってしまいます。またアクセサリーが付属したモデルも用意されています。付属のアクセサリーとしてはこんな感じ、こちらのグリップがついていたり、予備バッテリー2つ、そして頭に取り付けるためのこちらのアダプター、こういったものが付いたモデル、こちらのセットモデルになりますと7万9000円となります。まあ、こちらの方はもうすでに持っているという方もいるかと思いますので、こういったアクセサリーをいらないという方の場合は7万2000円で本体とバッテリーのセット、このモデルを購入したのでいいかと思います。デザインは全くと言っていいほどヒーロー10から変わっておらず、前面側、背面側のデザインというのもこれまでと同じです。ですので、引き続き GoPro ユーザーの方は操作スキルなどそこまで大きく変わっていませんので、使いやすいのではないかと思います。こちらは公式サイトの方で前回のモデルヒーロー10ブラックとスペックを比較することができますので、その辺を比較しながらどういったモデルになったのかご紹介したいと思います。まず価格は約1万円のアップになります。そして撮影できる写真につきましては、これまで23メガピクセルが最大だったのが27メガピクセルとなります。 HDR につきましては両方とも対応、最大解像度 5.3K で撮影する場合のマックスのフレームレート60も変更はありません。ただしビットレートの部分、こちらはどうも 5.3K、4K において最新モデルは 120Mbps での撮影が可能となっているようです。ハイパースムースもバージョン5.0に上がったということで、もうすでにヒーロー10の段階でかなり手ブレ補正、他社のモデルと比べてもアークロ圧倒的だった性能が今回バージョン5.0にアップデートされましたので、さらに手ブレ補正に強いモデルとなっています。ディスプレイ、前面側のディスプレイにつきましては1.41、引き続きこの小型ディスプレイを搭載となります。
そして防水性につきましては、本体だけで10メートルということで、本日同時に発表されました DJI のモデルに比べますと、少しこのボディ単体、本体だけでの防水性能は低くなっています。その他、スローモーション撮影につきましては、1080p において8倍のスローモーション撮影が可能。ライブストリーミングは 1080p でのストリーミングが可能。太陽ハウジングはヒーローイレブン専用のものになります。プロセッサーは GP2 搭載ということで、この GP2 は昨年のヒーロー10から搭載された新しいプロセッサーになりますが、今年も同じプロセッサーになっています。 GoPro は1つのプロセッサーを長い間数年間続けて使い続ける傾向がありますので、もう今年のヒーロー11も来年のおそらく出るであろうヒーロー12なども、この GP2 プロセッサーを引き続き使うものと思います。マイクの数は合計3つとなります。ということで、もうここまでの紹介でなんとなくお気づきかと思います。今回発表されましたヒーロー11、実はヒーロー10からそこまで大きな変化はなく、 CPU も同じということで、何かより強力な手ブレ補正が使えるようになったかというと、そこは少し微妙なところがあります。一応ハイパースムースのバージョンが4から5に上がってところがありますが、なんといっても CPU のスペック自体が上がってないため、そこまで大きな手ブレ補正の向上というのは期待できないようにも思います。いずれにしろその辺のところは実際に実機で確認してみなければ何とも言えないところではありますが、ちょうど今年はまさにもう GoPro 買い替えようと思っていましたので、こちらのモデル購入してどんな性能なのか、また歩き取りなどをしながら確認したいと思います。そしてある意味今回の GoPro の発表、一番の目玉は新しいシリーズが発表されたというところにあるかと思います。これまではどんどん大型化しており、アクションカムというよりはもう普通のコンデジのような存在になってきた GoPro ではありますが、今回本来のアクションカムのあるべき姿、小型モデルというのが同時に発表されました。こちらは10月25日国内でも発売が決定したモデルで、 GoPro 11 Black Mini というモデルになります。この辺画像を見ていただくと分かる通り、かなりコンパクトなのが分かるかと思います。ですので、このようにスポーツ、あるいは頭に取り付けて登山などをするという場合、そういう場合も使いやすい小型ボディのモデルとなっています。強いて懸念点を挙げるとするならば、小型ゆえにバッテリーも小さなバッテリーしか搭載することができないというところはあるものの、長時間長回ししたいという方以外の短時間で何か特別なシーンを撮影したいという方、そういう方にはとても使いやすいモデルになっています。おそらくモニターがないため、基本的な設定につきましてはスマホ側で行うことになりますので、基本的にはスマホをセットで使うモデルとなります。とはいえ、このコンパクトさというのが何といってもこのモデル最大の特徴でもありますので、もう大きなアクションカムもいらない、ずっと小型で高性能なものを探していたという方は、今回発表されたモデルの中で、このモデルが一番お買い得です。意外にもハイパースムースは最新の 5.0 が搭載されていますので、手ブレ補正も強力な手ブレ補正が効きますので、このような自転車でガタガタしたような道を走る場合も滑らかに撮影することができる高性能な手ブレ補正が搭載となります。あとは新しい機能としては、このヒーロー11ブラックミニに搭載されたハイパースムース5.0というのは、スピードや動きに基づいて手ブレ補正の度合いを調整することができるとなっています。おそらくは CPU などは従来から使われていたものが搭載されているため、
CPU の処理性能が上がってこうなったというわけではなく、その辺のアルゴリズムが見直されたものと思います。あとはこの水平ロック機能ということで、水平をこのようにロックするという機能も搭載されています。従来からも自動的に水平を取る機能というのはありましたが、この辺より使いやすくなっているものと思います。ということで、小型ではあるものの、実は基本的な性能というのは通常モデル GoPro Hero 11と同等の性能を持っており、唯一違う点としましては、バッテリー容量が小さくなっているというところ、それから設定などがスマホだけで設定するということになって、本体側のモニターで設定を変えるということができなくなっているというところが、この製品と通常の Hero 11との大きな違いとなります。ただし、繰り返しになりますが、小型で高性能のアクションカム、そういったモデルは今、割と少なくなってきていますので、そういうモデルを探していたという方は、今回の GoPro の新しいモデル、GoPro 11 Black Mini、このモデルなどはとてもいい選択肢になるかと思います。ということで、今回はたまたま本日9月14日、DJI、それから GoPro の方からそれぞれ新しいアクションカムの発表がありましたので、ご紹介しました。また今回ご紹介したいくつかは、まさにもう購入しようと思っていますので、実機レビューが気になるという方、そういう方は近々こちらレビューしたいと思いますので、グッドボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また、いずれのモデルもそこまで現行モデルから大きくスペックアップしたというわけではありませんので、なるべく低価格でお買い得なモデルが欲しいというならば、現行品を購入するというのも十分選択としてあるかと思います。動画の概要欄の方には現行モデル販売ページのリンクも貼っておきますので、そちらも気になる方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。